You're listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんにちは。渋谷映画スクランブルの時間です。今日も生放送でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしていきます。今日も宮崎たけるさんと一緒に進めてまいります。よろしくお願いします。宮崎たけるです。今日もよろしくお願いいたします。はい、私はこの番組を進めてまいります、金井ひろみです。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。宮崎さん、今日外は雨ですね。そうですね、ここ数日なんか晴れたり、こう、ね、また寒くなったり、またなんかね、変化がありますけど、金井さん、僕の変化に気づいてくれませんか？髪の毛？はい、ちょっとこの映ってる映像だと分かりにくいんですけど、昨日、あ、これ分かんないですね、映像だと。なんか金アッシュ、なんだろう。その外側はほとんどそのまんまで、内側を結構染めてもらったんですけど、おしゃれ。映像だとちょっと伝わりづらくて確かにちょっと黒っぽくなってますけど、そう、多分服のせいですかね。結構中は金というかね、けど結構自分の中では気に入ってる。半月ぐらいやるかやらないか悩んだ末にこう決心してやってきたんですけど、そもそも似合わないんじゃないかとか、こう結局髪が傷んで終わるんじゃないかとか結構高くつくんじゃないかとかいろいろ思ってたんですけど、やっぱなんかこう、なんか僕も今37なんですけど、はい、こう年齢重ねれば重ねるほどになんかこう冒険とか、なんか挑戦とかしなくなってくなって思ってて、ちょっとこう守りにね入るみたいな。でここ数年のなんか自分の仕事への取り組みとかも考えてると、なんかこう安定安心とかなんかに行っちゃってたなと思って、でここででなんかその、まあ、前回の放送の時、僕はオードリーの東京ドームライブのスウェット他局なのに来てきてたんですけど、ちょうど1週間前にオードリーのライブも見に行ってきて、オードリーさんって多分僕より一回りぐらい上の世代なんですけど、やっぱずっと挑戦してるなって思って、新しいこと。そうですよ。でその東京ドーム自体僕行くの初めてだったんですけど、もうなんか あれだけの人が、もう人混みに、あんな人混みに行くのもなんかコロナ禍以降初めてだったし、なんかこの人たちみんなオードリー目当てで来てるんだなって思うと、やっぱすごいなって思うし、そこで刺激を受けて、でその現地プラスライブビューイングプラス配信で16万人がトータル見てたって言ってて、なんかそれもすごい刺激というか後押しになって、それで神？なんかもうその半月ぐらい悩んでたんですけどもう行こうと思ってなるほどね、こう昨日そうですね、ちょうど染めてきました。自分をね、こう奮い立たせるように仕事も、そのために髪も、だからちょっとこう気合、まあ形から入って中身を変えていこうと思って新しい挑戦ですね。まず僕のどうでもいい話から始まったんですけど、今日も楽しく、ゆるく楽しくお届けしていこうと思います。今日はですね、ちょっと先に言っちゃいますけど、群青色さんの2作品、今公開中の作品を紹介していこうと思ってます。今日本当に見たばっかりなんですけども、昨日一つ新作なんですけど、紹介しちゃおうかな先に。こちらの見えるかな、彼女はなぜ猿を逃がしたか、こちらちょっと昨日見たばっかりなので、私ちょっとまだほてってるんで、喋りすぎちゃうかもしれないですいやいや先に言っとこうと思って、なんだろうな、こうやっぱり自分がね、こう好きな作品というか、衝撃を受けた作品に出会うと、こうそうじゃない作品も見えてきたりもして、今日ちょっと楽しく行こうと思ってるので、
私もあんまり毒舌にはなりたくないんですけどなんかちょっと言っちゃったらごめんなさい、先に言っとこう。僕はまだその先見られてないので、はい、はい、いつもと立場、うん、逆転でバランスが取れると思います。大丈夫ですよろしくお願いします、はい、多分いつも通りになると思いますけど、はい、この放送はパソコンやスマートフォンからご視聴いただけます。音声でお楽しみの方は 88.5MHz 88.5MHz で、音声でも、渋谷界隈の方はご視聴いただけます。お楽しみください。番組への感想やメッセージ、宮崎さんへの質問なども受け付けております。アドレスは info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp です。こちら下に出てるかな、はい、こちらまでぜひお寄せください。はい、では、まず1曲挟んでから作品紹介していこうと思います。曲はザ・マルチーズでヒロイン。マルチーズでヒロインでした。はい、では宮崎さん早速、はい、今日は紹介していただく作品お願いいたします。はい、先ほどフライングで金井さんの方から、うん、彼女はなぜ猿を逃したかを紹介するというのがあったんですが、その前にまず1本、僕と金井さんも、お互いに見ている、うん、現在公開中の、はい、雨降ってジエンド、
こちら先ほどかなえさんからありましたこの彼女はなぜ猿を逃したかと同じ逃したかこう映像ユニット群青色が、作成したこう映画になるんですが、まず概要といいますかその群青色、はい、多分初耳の方、うん、僕も今回初耳だったんですけど、はい、ご紹介しようと思うんですがお願いします。東京リベンジャーズ実写化したあの、はい、漫画原作の東京リベンジャーズシリーズなどの人気作を手掛ける脚本家の高橋泉さんと、映画凶悪山田孝之さんリリー・フランキーさん出演の凶悪などに俳優として出演したりこう監督としても活動する、広末博正さんの、お二人からなる映像ユニット群青色というものがありまして、その群青色の17年ぶりの劇場公開作品が、この雨降ってジエンドということで僕この雨降ってジエンドタイトルはこうなんとなく認識してたんですけど、うん、あ本当ですか、うん、金井さんがすごい良かったっていう連絡をくださって、はい、だちょっとその見るリストというか、うん、範囲からちょっと外れちゃってたんですけど、うんうんはい、見たら本当にもうなんかクソ良くてだから本当に金井さんには感謝だなと思ってるんですけど、いえいえなんでその自分のアンテナに引っかからなかったのかなって思うと、うんまあ、先ほど言った通りその群青色が17年ぶりのその劇場で公開される新作ということで、うん、17年前2007年で、はい、僕多分まだ20歳ぐらいで映画に目覚めたばっかりの頃だったから、うん、多分全く知る由もなかったというかだから本当に何でしょうだ金井さんは当時から知ってたんですか群青色のこと当時ではないですけれども何年前かな最初に見たのは何だったかな高橋泉さんを先に知ってでそれでその群青色というユニットをやってらっしゃってで、一番最初に作られた作品っていうのがピアでグランプリを取った作品なんですけどその作品をですね、ある朝スープはっていう作品をまずこう DVD で借りてきて見てよかったんですよ、はいはいはい、でそこからもう一ファンにもなりという感じですね、はいはい、その後劇場公開はしてないですけど、はい、フィルメックスで結構かかったりしていて、はいはいはいその度にこうチェックして見に行ったりっていうことをしていましたね、はい、だ劇場で本当に見るのは私も、映画祭とかは別にして初めてですね、はいはいはい、なるほどじゃあその群青色をもともとご存知の方からしたら、うん、まあその合間の映画祭関連で見たりはしてらっしゃるけど、はいうん、こうやって普通の劇場で見られるのは本当に待望のというか、うん、そうですよねなるほどいや、はい、けど本当になんですかね、なんかこういう予期せぬいい映画との出会いがあるから、うん、正直その微妙な作品なんていくらでもあるわけでそういう作品ばっかり見てると本当にもうなんか、うん、なんで俺映画見てんのかなってなっちゃう時あるんですけどたまにこういう作品に出会えるからなんかこう、うん、一気にこう回復するというか、うん過剰に回復してしまうんですけどしすぎてしまいますね、うん、だから本当にこの作品出会えてよかったなと思っていて、うん、ちょっと皆さんまだこの作品何にも分かんないと思うので、はい、あらすじをご紹介しますね、はい、お願いします、古川琴音さん演じる、フォトグラファーを夢見る日和は派遣バイトで働きながら自分の写真を SNS にアップする日々職場の上司睦美のパワハラにうんざりしながらも先輩のクリーと密かに仕返しすることぐらいしかできず何者かになりたい気持ちを持て余していた。ある日急な雷雨から逃れて忍び込んだ店で顔にピエロのようなメイクをした雨漏りこの広瀬さんの演じてる雨漏りですね、雨漏りと出会った日和、思わずカメラを向けて撮った失礼しました、思わずカメラを向けた彼の写真が思いがけずバズったことでこのチャンスにかけようと一念発起し街頭で風船を配るピエロ姿の雨漏りと再会する。雨漏りを利用するために接近したはずなのに2人で過ごす自然体で穏やかな時間は次第に日和の心をほぐしていく。
日和はいつしか雨漏りに惹かれている自分に気づくが、彼の抱えるショッキングな秘密を打ち明けられ、事態は予想外の方向へ転がっていくといったあらすじになってます。はい、いや、この見えますかね、このピエロのね、ピエロの広瀬さん演じる雨漏り、うん、と古川琴音さん、はい、最近いろんなもの出てるので、うんね、古川さんのことご存知な方は多いと思うんですが、うん、なんですかね、この独特の世界観というか、うん、人の描き方というか、うん、序盤はなんかもうずっと楽しみながら見てたというか、うん、もうすごいポップな、はい、面白い、うん、なんかそのなんですかね、その若者の古川さん演じる、はい、こう日和の描き方もこう今時な若者、はい、その SNS のこう、はい、いいねの数だったり、うん、フォロワー数にとらわれてしまい、うん、けどなんかそれで偶然バズったことで、うん、こう目覚めていくというかね、でこの雨漏りさんを使ってのし上がってやろうっていうその若者のこう描き方であったり、まあ、彼女の職場でのなんかパワハラの描き方であったり、こうとか現代的でありつつ、うん、はい、けどなんですかね、このこれが多分群青色の、はい、まあ、過去作僕見てないからあれなんですけど、はい、特徴なのかなって思うんですけど、はい、そのユーモアある人の描き方がすごい面白くて、で何よりその群青色のメンバーの一人である広末さんのこのお芝居がとにかく魅力的というか、いいですよね、なんか声色もすごい素敵だし、声をね、でそのピエロを演じてるっていう、うん、そのなんか不思議な役柄で、うん、あのでもぜひ予告でもいいからまずその、うん、あの声を聞いてほしいんですけど、うん、でそんな2人のなんか恋愛になるのかならないのかみたいな、うん、こう面白おかしい話なのかなと思いきや、ちょっとそのネタバレになるからその確信は言わないですけど、うん、さっきのあらすじの終盤にもあったその彼の抱えるショッキングな秘密を打ち明けられ、うん、事態は予想外の方向へ転がっていくっていう、うん、そのガラッとこうそうなんですよ、まあ、そっちがこの作品のテーマだと思うんですけど、うんうんうん、なんか本当にいろんな感情をこう引き出されるというか、うんうん、こう見ながらもうくすっと笑う場面何度もありましたし、うんうん、けどそういう合間合間で見られる職場のパワハラの描写であったり、うんうんうん、その SNS にとらわれてしまう若者の描写であったり、うん、こうコメディ描写もありつつ、うん、ちゃんと根底にこう現代社会の問題であったり、うん、その後半で明らかになる、うん、その現代社会と言わずこう誰もが抱えるなんかその、うんうんうん、投げかけてますよね、うん、だその描き方のバランスが本当に秀逸というか、絶妙、うんうん、なんかこの前半でね持っていかれてね気持ちをね、うん、でなんかこう乗ってきたところでガラッとこうね転調して、でそこからもうね、そうですね、だからもうあれよあれよでハッってなっていきますよね。しかもその尺が90分弱じゃないですか、うん、はい、だからそこもすごい見やすくて、だから本当にそのこれが今東京だとポレポレ東中野っていうミニシアターでやってて、こう順次あのちょっとまだ公開劇場もしかしたらこれから増えていくかもですけど、現状他に5つぐらいありましたよね。そうですね、高崎映画祭で、そうですね、高崎映画祭で、招待作品として上映決定したで、5月に愛知県の名古屋シネマスコーレ、はい、うん、でまだあの公開日発表されてないんですけど、はい、長野の上田英樹、はい、大阪のシネヌーボー、はい、兵庫の神戸映画資料館で、はい、今のところ公開予定だから、はい、お近くの方はぜひとも見てほしいし、うん、あの東京にお住まいの方もあの日頃映画館なかなか行かない人にはポレポレ東中野ってこう知らないと思うし、東中野まで行くのがこう住んでるエリアによってはちょっとハードル高いかなって思うんですけど、やっぱりこれ劇場で見てほしいなって思いますし、っていうか劇場でしかかからないかもしれない。そうです、配信あるかどうかもちょっと分かんないので、うん、ないかもしれません。ちょっと騙されたと思って、まあ騙さないんですけどポレポレ東中野でぜひあの見に行ってほしいですし、なんですかね、そのちょっと確信には触れない紹介になるので、どの辺に惹かれましたけど、やっぱりその後半なんですよね。後半で、だちょっと確信には触れずに、なるだ触れそうだったら、うん、あの注意してほしいんですけど、わかりました。けどなんかその日和とこの雨漏りさんが出会って、
こう最初はその日和的にはこう利害関係の一致でこう、うん、なんかよくわかんないおっさん、うん、ピエロの顔をした、うん、はい、おっさんと、まあ、自分がバズってこう、はい、のし上がるために、うん、こう仕方なくこう付き合ってたけど、うん、次第にこうその人となりに触れて、うん、こうまあ恋愛とまでは言わずともこうなんか心許せる間柄になってって、うんうん、仲良くなってね、うん、あれ私好きかもみたいになってく描写というか全然あると思うんですよ。なんかこう普段人と関わってて、こう仲良くなればなるほどにこう相手のいいところも見えてきて、けどそれと裏腹にこうやっぱりふとした瞬間に嫌な部分も見えてきたりするじゃないですか。でそこでその嫌な部分が見えてもこういい部分が勝るから、なんかこれがこう薄まったり帳消しになったり、まあ相殺してこうまあまたフラットな関係に戻ったり、けど時としてその嫌な部分が勝ってしまっていい部分もなんか帳消しになっちゃって、なんか関係が途絶えてしまうことってあるじゃないですか。でなんかそういった部分もなんか描いてたなと思って、うん、でその上でなんかこの作品が描いてたことって、うん、なんでしょう、こうなんか人を理解するとか、うん、こう他人に歩み寄るとか、うん、こう言葉にするのはたやすいですけど、はいはい、そうですね、難しいじゃないですか、うん、そうですね、いろいろその人その人で違いますものね、持ってるものというかね、うん、けどそこにこう、うん、なんか向き合ってる映画だなっていうか、どうしたら理解できるのかとか、うんうんうん、こう歩み寄ることができるのかっていうのをこう今僕はこうやって言葉だけでしか言えてないですけど、この作品の中で行動をこう通して描いてる様が何ですかね、こう相互理解というか、こう別に全ての人に分かってもらう必要はないし、こう全ての人がまあ理解し合えたら戦争もなくなって平和な世界になりますけど、今のこう地球上じゃなかなか果たし得ない高級平和だと思うんですけど、うん、だからこそこうたった一人の相手とぐらい、うん、なんか、うんうんうん、身近なね、そうですよね、うんうん、なんかそこに向き合う努力だったり、うんうん、こう勇気を出すことはやっぱりできると思うし、うんうんうん、努力と勇気ね、うん、本当にそうですね、で、うん、それを描いてた作品だなと思って、うんうんうん、だからその前半のそのユーモアあふれるその笑えたりこう、うんうん、はい、コミカルな、はい、うん、描写の後になんかそういう部分にまでなんかこう描くこの振れ幅があるのがやっぱすごいなと思ったし、後半のそういった展開に行ってもなおなんかクスッと笑えてしまう場面がありますね、ところどころにあるのもなんかすごいなと思って、だから本当にこの雨降ってジエンド、本当にもう完全に守備班以外というかもう見落としてたから、繰り返しになるんですけど、本当に金井さんにこうおすすめしてもらってなかったら見落としてたなと思って、うん、だから本当にこの作品もう公開始まってるんですよ皆さん、あの東京にいる皆さん、そうです、だからあの公開が終わってしまう前に、うんうん、もしかしたらこうすごい好評で、うん、この後他県とかでも評判よくて本当に凱旋上映みたいなこともあるかもしれないですけど、現状わかんないので、まあ、とりあえず今見てほしいですね。そうですね、うん、あと1回見に行ったら何回も見たくなるかもしれないですね、とりあえず1回見てほしいっていうのはありますね、うん、でまたこれも繰り返しになるんですけど、うん、それこそやっぱポレポレ東中野、僕も初めて行った時結構なんか勇気が初めて行った時必要だったんですよ、はいはいはい、あ本当ですか、うんうん、東中野なんて行かないし、うん、で行くとすごいなんか地下にあるこう、はい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 、で、うんうん、本当になんかザ映画好きなシネフィルたちが集まるような印象だったから、なんか当時の自分としてはなんか恐れ多いなというか、確かになんかそういうことですね、自分が行っていいのかみたいなとこもあったりして、だからそのちょっとポレポレ、うん、今はもう全然平気で行くんですけど、うんうん、なんかその荷が重いなって思っちゃう人の気持ちが全然大丈夫ですよ、わかるので、うん、けどなんかそういうミニシアターって普段行かないからこそなんか新鮮だし楽しいし、うんうんうん、そこで出会った作品が微妙だったらなんかあんまいい思い出にならないですけど、はいはい、うん、雨降ってジエンドは結構こういい思い出になるんじゃないかなって思うの で、うん、でなんだったら今夜も上映やってるので、ね、この今日雨降ってるしね、雨降ってる東京の日に雨降ってジエンド見たらよりなんか思い出に記憶に
残るんじゃないかなって。本当ですね。うん、ごめんなさい、うん、僕ばっか喋っちゃったんで、かなえさんの方からも。いや全然全然全然、いや本当にもう見てくれれば、一人でも多くの人が見てくれたらいいなと思っています。本当に映画見たって感じになるんですよ、見終わった後にね。いやだから本当にもう僕これ昨日インスタグラムのストーリーとかでも書いたんですけど、今年まだ50本弱しか新作映画見てないんですけど、その中でそれこそ今やってるあの夜明けのすべて、三宅翔監督の夜明けのすべても素晴らしかったなって思うし、それこそさっき言ったようなテーマあっちにもあるなって思ってるから、あっちも見てほしいなって。あの今東京であの雨降ってジエンド見られない人にはぜひ三宅翔監督の夜明けのすべても見てほしいんですけど、その50本弱現状見てる中で、夜明けのすべてと4月公開の本当先週見たばっかりのアイアンクローっていう A24 の、その海外の作品も、その昔実際にいたプロレスラーのその息子たちの話なんですけど、アイアンクローもすごい刺さって、で昨日見たばっかりの雨降ってジエンドも刺さって、この3本が僕の中で現状今年もう上半期のトップ10だったら入るなって思うぐらい、雨降ってジエンドめちゃくちゃ良くて。そしたらちょっとこの後紹介するもう一本、群青色の同じ監督のやつなんですね。そうです、同じ群青色の彼女はなぜ猿を逃がしたか、こちらもちょっと紹介していきますので、多分宮崎さんこっちもハマってくれるかなと。僕ちょっとまだ見てないので、あの、かなえさんの話をこの後楽しみに聞かせていただきます。おります、はい、ではちょっと後半、紹介していく前に曲を1曲挟みます、曲でウィークエンドでインタイム。ウィークエンドでインタイムでした。はい、では宮崎さん、もう一本の群青色作品、彼女はなぜ猿を逃がしたか、こちら紹介していただければと思います。はい、あらすじをご紹介させていただきますね。あらすじすごい短めになっているんですが、動物園の檻を壊して猿を逃がし逮捕された女子高生ミーの取材を始めるルポライターの優子だが、誹謗中傷にさらされるミーの中の真実を探ろうとするうち、徐々に彼女の精神の均衡は崩れていくといったあらすじになっておりまして、先ほどの群青色の最新作、そうですね、先ほどの雨降ってジエンドが2019年に撮影した作品で、今回 のこちらも現在公開中なんですよね。はい、そうですね、同じ東中野、ポレポレ東中野で公開中ですね、で2022年制作の作品になっているので、群青色の最新作がこちらになっているんですけど、昨日見てきたばかり。そうです、昨日から公開で初日行ってきたんですけれども、やっぱりさっき宮崎さんおっしゃってくれたように、その雨降ってジエンドと、同じと言ったらあれですけれども、その前半と後半
ガラッと変わってくるって言っちゃっていいのかな、こういう作品なんだなって思って見ていると、なんいい意味でこう期待、予想を裏切る、で期待通りの面白さというか、はい、そこが本当にすごいなって思います。本当もうびっくりするぐらいな展開ですね。なんかこう想像 していなかったような展開になっていって、はい、そこがやっぱりこの前半きっちり描いている描かれていて、はい、面白さももちろんある。そこにこう惹かれていってもこう吸い込まれていくような感じで見ていると、後半へっていうこう展開が待っていて、そこからもう怒涛のように流れるようにこう引っ張っていかれるっていうか、そこで何ですかね、この雨降ってジエンドと、この彼女はなぜ猿を逃がしたか、やっぱりちょっと違うところもあって、さっき、雨降ってジエンドで話したそのなんていうんですかね、まあ、身近な人に、まあ、寄り添うというか、を知るっていうようなことからこう社会に私たちに投げかけてくるものがある作品かなと思ったんですけども、そういうなんかそのあらすじにもあったその誹謗中傷とかの部分あったじゃないですか、それもやっぱその雨降ってジエンドと同じで、はい、なんかそういう現代社会が抱える問題みたいな部分も描いてたりするんですか、そうですね、そこもありながら、ありながらですよ、ありながら、なんだろうな、ありながらも、あでもそれをやっぱり雨降ってジエンドと一緒なのかな、すごくパーソナルな、はいはいはい、こう多分一人一人の中に吸い込まれるんだけど入ってくるっていうか、入ってくるものがあったというか、そうですね、だから群青色の過去の作品もなんかこう描き方のテイストっていうのはこう似通ってたりするんですか。ちょっと見返してみます。見返してみます。自分でも見てみます、ここが気になるので。ちょっと見られるものは少ないとは思うんですけど、見返してみようかなと思うんですけど、まずちょっとこの話、この今回の彼女はなぜ猿を逃がしたかを話をすると、その雨降ってジエンド見終わった後に、はい、本当いいなって思ったのと同時に、なんで私はこの作品好きなんだろうって思ったんですよ。本当いいなと思って、はい、で彼女はなぜ猿を逃がしたかを見た後は、見た後っていうかもう終わる前、もう後半入ってからなぜか分かんないけど涙が止まらなくなってきちゃって、もうなんか体が反応してる先に、はいはい、なんかその気持ちより先に体が反応していて、でもう凄さとかなんかそういうのがこう覆いかぶさってくるようなイメージだったんですよね。でその後からなんか徐々に、あやっぱりすごいなだったり良かったなとか面白かったなっていう感情がこう後追いしてくるようなぐらい、作品のエネルギーというか力強さっていうのを本当に感じて、そこの力強さに圧倒された。で見終わった後本当になんかもう自分が体が興奮してるような状態になってて、でそのこれって何なんだろうみたいな、で後から自分の気持ちをこう深掘っていくというか、どの辺がどうだったんだろう、どうしてこういう感情反応したのかなとかっていうのをこう自分と向き合う時間もできた作品。なんか映画ってこうだよねって普段さっきも宮崎さんちょっと、はい、そうじゃない作品の話もされてましたけど、やっぱり なんだろうな、
そういうのに慣れてしまうとって言ったら、なんかいろいろ語弊があるといけないんですけども、はい、やっぱり本当にこういういい作品というか、すごいこう自分が衝撃を受けるような作品に出会うと、はあ、これが映画なんだなって思う。自分が今までこう過去見てきた作品ってこうだったよなって思うと、やっぱり最近そうやってこういう風な感情だったりとかになる作品って、少ないなとも思ったりもして、はい、ちょっと話はそれてしまうかもしれないんですけども、なのでこう多くの人に見てほしいに加えて、こう映画作ってる人たちにも見てほしいなってすごく思いました。映画制作に関わってる人たちにこういう映画どう思うかっていうのを聞いてみたい、見て感想を聞いてみたいなっていうのもすごく思いましたね。本当に私の中では、まあ、この彼女はなぜ猿を逃がしたかの方が見たばっかりなので、はい、雨降ってジエンドめちゃくちゃ良かったんですけど、もう一回雨降ってジエンドを見てみないと分かんないんですけど、はい、今のところは雨降ってジエンドを超えてきてる私の中では、彼女はなぜ猿を逃がしたかっていうこのポスター画像の右上のさっきのピエロの広瀬さんですよね、はい、またいいんですよ芝居がこっちもで、このルポライター役の人もこの雨降ってジエンドに出演されてた方ですよね、はいうん、そうですね、はい、新江みどりさん、はい、そしてね、あとこの若い2人、藤島香音さんと萩原守さんもめちゃくちゃいいんですよ、この2人も本当によくて、お芝居のキャストも本当にいいなと思います。すごい良かったです。あとはあの高根沢光さんっていう人が出てるんですけども、彼もまたすごく、いい味出してましたね。すごい素敵でした。本当に魅力的なキャストがいての群青色の作品なんだろうなっていうふうに思いましたね。本当にすごいですちょっと僕こっちまだ見てないのであれなんですけど、はいはい、例えばその雨降ってジエンドだったら、そういう SNS とかもあるから、若い世代にもこう多分入りやすい入り口じゃないですか、はいはい、こっちのこの彼女はなぜ猿を逃がしたかの方も、その、まあ、猿を逃がしたのがこう女子高生だから、なんかこう入り口としてはなんか入りやすかったりするんですか。そうですね、若い、人たちにも全然入りやすいと思いますよ、この高校生の2人、はいはい、この男の子と女の子、この2人の話からこう展開していくので、若い子たちももう全然楽しめると思います本当に。いやなんかその最近またちょっと話それちゃうんですけど、映画もう作品を紹介する上で、やっぱりなんかこうその人にとって引っかかりになる何かをこう提示してあげないと、やっぱなんか自分が見る映画じゃないなってこうシャットアウトしちゃって、僕もやっぱあるんですよ、この作品なんか。なるほど。自分のじゃないなっていうか、僕が紹介しなくても他の誰かがやってくれるやつだなって思っちゃって、そうなんですね、なんかこう、そもそもまあ、あの本当に月見なきゃいけない作品、はい、何十本も無限にあるので、その中でどうしてもやっぱ取捨選択しなきゃいけないので、はい、どっか省いたりする時もあるんですけど、やっぱりそれと同じで、見る側の人もなんかもう全部自分の全然知らない俳優さんだったり しすぎちゃうと、なんかこう見るリストから外したりしちゃうので、なんかこう入り口としてなんかこう見る理由がある方が、雨降ってジエンドだったら古川琴音さん出てるから、やっぱこう入り口は広いと思うんですよ、若者になっても。だからなんかそういう入り口の間口の広さがこっちにもあるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って。それを言ったら、なんだろうな、この藤島香音さんと萩原守君っていう、こう若い2人、きっとこれから絶対こう出てくるお二人だな、もっともっと出てくるお二人だなと思うので、そういう2人をこうこの劇場で映画でチェックしてほしいな、見てほしいなっていうふうにはすごく思いますね。そのお二人があれですよ、この昨年やってたドラマ最高の
教師1年後私は生徒に丸々されたみたいな、うん、はいはいはい、あれにお二人とも出演されてたそうなので、はい、うん、あのドラマ見てた、うん、若い世代の子には多分馴染みのある二人だと思うから、うんうん、なんかぜひ見ていただければなって思いますね。いや本当ですね、うんうん、若い人たちにも本当に見てほしいなっていうふうに思います、うんうんうん、きっと多分ね、群青色の作品のファンの人たちはもうちょっと年上のような気がするので、はい、ね、それ以外の層の人たちにもぜひ見てほしい、楽しめる、うんうん、作品だと本当に思います。楽しめるだけじゃない、キャスティングのバランスもうまいですよね、この群青色さん本当ですよね。本当に僕がやっぱさっき言った通り群青色知らなかったから、多分僕より上の世代がもともと群青色知ってて、はい、けどやっぱそういう若い人たちも取り入れるためのなんかこのキャスティングのバランスというか、うで内容もやっぱいいし、でこの脚本とか監督やってる高橋さんが東京リベンジャーズとかもやってるっていうのもすごいなって思うし、高橋泉さん昨日そういえば舞台挨拶で、はいはいはい、群青色高齢化してるのでっていうようなことは言ってました。若い人たちを、まあ半分冗談なのかもしれないですけども、まあ若い人たちをね、こうフレッシュな空気を入れてっていうことなんだと思うんですけどもね、うん、なんかすごくそれはいいなと思いました。そうやって本当に、ね、これからの世代の人たちにも届ける、届いてほしい作品だと思いますし、うん、本当にみんなに見てほしい作品ですね。こういう映画もあるんだよっていう、これが映画なんだよっていうような、なんかこう映画の醍醐味みたいなのを感じられるんじゃないかなって。で劇場で見る、はい、楽しさというか、多分劇場でないとあそこまで感じられないんじゃないかなってちょっと思うんですよね。なんかやっぱり私も配信とかね、はい、で見ることももちろんありますけれども、やっぱりこう覚えてる度合いが違うというか、やっぱり劇場で見た作品のがよく覚えてますよね。その時どうだった、ね、ああだったとか、例えば今日だったらね、さっきも話したように雨降ってる、なんか東中野まで行って、はい、なんかこう並んで会場開くまで階段でこう並んで待ってたなとかね、でこうそのね、大きな劇場ではないけれども、あの空間の中でこう見た熱気というか、あの感覚がこう覚えてるなとか忘れられないなとか、そういうのはこういつまでも残ってるんじゃないかなとは思ってますね。いやだからなんか難しいですよね、その今のこのコンテンツ過多なこの時代で映画を選ぶってなかなか、まあ若ければ若いほど選択肢から映画って省かれやすいと思うので、なかなか難しいと思うんですけど、やっぱりその映画館で本当にその人にとってもう強く胸打たれる一本にさえ出会えちゃえば映画の良さに気がつけると思うんですけど、その一本に出会える確率もやっぱり低いですし、今の世の中こうもう本当に言葉選ばず言うとまがいものが大量に混じってったり、まあそこそこの作品が混じってたりするので、やっぱそういうのをこう映画館で見てもやっぱ映画って所詮その程度だなとしか思わないし、それで2000円払うんだったらサブスクで1000円ぐらい払って自分の好きなタイミングでお菓子食べながらスマホいじりながら家で見た方がやっぱ気楽だし、途中で止められるし、だからなんか時代にやっぱ即してないっていうのもある中で、いい作品もやっぱなかなか出会いにくいからこそ、なんかこの僕まだこの猿の方見てないからあれなんですけど、雨降ってジエンドとかみたいなのをまあ個人差あるから確実に響くかどうかは分かんないんですけど、やっぱりああいうものをこう劇場で見るっていう経験をなんか、まあ、本当に騙さないので騙されたと思って一度まあ行ってほしいですし、まあ、この今日紹介している2作品含めてですし、今東宝シネマズとかいろんなところでやってる夜明けのすべても僕は本当に心から推してるので、ああいった作品でもいいから
劇場で、まあ、ちょっと待ってればすぐ配信でやる今の時代ですけど、やっぱり金井さんおっしゃったように映画館で見るっていうその行為がやっぱり後々になって、僕もなんか最近ロバート・ダウニー・ジュニアのジャッジっていう映画をちょっと仕事の関係で、多分あれ2014年か5年ぐらいに公開してたやつなんですけど、あれを劇場で見てぶりに見たんですけど、やっぱり あれ当時新宿ピカデリーで見たなとか覚えてますし、そうですよね。だからこう今の劇場行ったことがない人とか、たまにしか行かないよっていう人が、もし初めてポレポレ東中野に行って、ポレポレ東中野で初めて見た作品が雨降ってジ・エンドだったりとか、彼女はなぜ猿を逃がしたかだったら、私はめちゃくちゃ羨ましいです。本当に羨ましい。こういう作品をあの劇場で初めて見た作品がこれだっていうのがね、羨ましい。だって初めて、例えば私、ポレポレ東中野で初めて見た作品覚えてるし、ユーロスペースで初めて見た作品覚えてるし、やっぱりなんかその当時のこう見た作品と劇場と当時の自分とっていうのは、やっぱりこう思い出というか記憶の中にあって、でそれがなんかこう積み重なって今があるから、そうですよね、ぜひなんかこうね、映画興味があるとか好きな人とか、あとはまあ少しでもね、なんかこう映画楽しみたいよっていう人がこうね、こういう作品を劇場で見たことがなんかきっかけになって、何かこう日常でも何でもいいんですけどね、ちょっとしたこう変化につながっていったら素敵なんじゃないかなとは思いますね。僕今その初めてのユーロスペースで思い出したのが、僕も初めてのユーロスペース何見たか覚えてるんですけど、川の底からこんにちは、石井裕也監督の川の底からこんにちはなんですけど、そうさっき言ったポレポレ東中野のハードルが高い感覚を当時ユーロスペースに抱いてて、渋谷、はい、ここ渋谷にあるユーロスペース行ったことある人ならわかると思うんですけど、ラブホ街にあるじゃないですか。当時20歳ぐらいですごいなんか、ラブホ街にあるぞと思ってすごいドキドキしながら行ったし、でやっぱ当時川の底からこんにちはすごい話題になってたから、でそれで見に行ったのもあるんですけど、劇場もめっちゃ混んでたし、でなんかすごい覚えてるのが、あの壁沿いに椅子があるじゃないですか、壁にくっついて、あそこに座った感覚を今でもすごい覚えてて、だからやっぱ残るんですよね、その見た作品の内容のみならず、その前後にこうどういったのかとか、どうその時自分がどういった状況だったかとか、誰かと行ったなら誰と行ったかとか、見た後にこう何食べたかとか、さっきあの宮崎さんが言ってた、そのどの作品を見るか、こうチョイスする時のなんかこうきっかけ、フックになるようなものっておっしゃってましたけど、その逆で、見に行った時にその映画作品と連動した、ね、椅子に座ったりとか、どんな誰と行ってその後何したかみたいなところもこう逆にセットで記憶に残ってるっていうのが、何ですかね、その記憶って面白いなと思います。その単体じゃなくていろんなこととつながってて、境目がないというか、ね、そこがなんかこう劇場で見る魅力なのかなと思いますけどね。いやだから本当になんかもう尺があれですけど、本当に今のミニシアターを支えてるのって結構上の年代の方だと思うんですよ。で、まあ、ちょっと言い方あれですけど、これから10年20年経っていったら、そういう世代の人たちもこういなくなってって、でそうなった時が本当に多分ミニシアターの危機だと思うんですよ。でだからこそなんか僕今の若い人たちにやっぱ映画に触れるきっかけだったり、映画館に行く機会を作っていきたいなと思って、まだちょっと何も行動を移せてないんですけど、でまあ金井さんにも最近話してたんですけど、なんか10代の子になんか映画を見てもらう機会だったり、なんか
親子で映画、うん、まあ、今も東宝シネマズとかでやってますけど、午前中の1回だったりとか、うんうん、その時やってるなんとなく子供と見られる作品があてがわれてるだけなので、うん、そうではなくて、うん、ちゃんとなんか親子で見る意義がある、うん、意味がある作品が見られる場作りとかしてかないと、なんかこれからのなんか映画を見てく若い層が増えてかないなって思うので、うん、なんか今年はそこに挑戦していきたいなって思ってるので、はい、なんか関係者の方なんかお力添えいただければと思うので、なんかその10代の子だったり親子で見られる場作り、なんかご興味ある方ご連絡いただけたら嬉しいです、うん、はい、今日はですね、雨降ってジエンド、彼女はなぜ猿を逃がしたか、2作品、東京ポレポレ東中野で公開中です、上映してますので、ぜひ皆さん、足を運んでみてください、今日もありがとうございました、次回は3月24日です、ぜひ皆さん映画チェックしてください。現在公開中です。